悟空の無事が分かってから約1年の時が過ぎた。そんな中、突如として地球に飛来した邪悪な木、それはなんとフリーザの木だった。悟空のいない今、地球の命運は絶望的と思われた。が、誰もが諦めかけていたその時、謎の少年が現れ、フリーザをあっさりと倒してしまった。少年は一足遅れで地球に戻ってきた悟空に対し、自分は未来からやってきたベジータとブルマの子供トランクスと名乗り、3年フリーザをも圧倒したトランクスをして、恐ろしい存在と言わしめる人造人間。果たして悟空たちは勝利することができるのだろうか。ベジータ、お前、あの人造人間に勝てる見込みあるのか？とんでもない強さだぞ。当たり前だ。よく見ておきやがれ。ベジータがスーパーサイヤ人に、穏やかな心を持ってないとなれないんじゃ。穏やかだ。穏やかで純粋だった。ただし純粋な悪だった。自分の限界を知り、その自分への怒りで突然目覚めたスーパーサイヤ人がな。貴様らは家に帰ってミルクでも飲んでいろ。俺の邪魔をせんようにな。人造人間、待っていろよ。このベジータ様が全て片付けた。この知りたいもんだ。人造人間でも恐怖に怯えるのだ。Yeah.
どうしただ一体。何かあったんけ。うるさい。カカロットは奥だな。どうやら心臓病の症状は落ち着いているようだな。いいか、俺の目標はあくまでもカカロット。貴様だ。人造人間の次は貴様の番だということを忘れるな。あれ言うためだけにわざわざ来たんだろうか。サイヤ人というのはどうも自信過剰だな。半端なやつほどそのプライドのせいで早死にすることになる。人形のくせにガタガタ抜かしやがって、粉々にしてやるぜ。ダメージがあるのかどうか分かりゃしない。驚いた。ドクターゲロの言っていた情報とは大違いの強さじゃないか。で、なんだ、邪魔しに来たの。いいわ、やってあげる。言っておくが、俺は女だからといって手加減はせんぞ。はっ！
してやる。神の人間でここまでやるとはね。孫悟空って男はもっと強いわけ。避けるな。一時期抜かれはしたが、今は元通り俺の方が上になったはずだ。なんだ、大したことないんだね、どっちも。なんだと？ここにある精神と時の部屋で修行してみねえか。そこでは一日で一年分の修行ができるんだ。ただしおめえはトランクスと一緒に入ってもらうぞ。いいだろう。では俺たちが先に入る。お先にすみません、悟空さん。おい、ベジータとトランクスが出てきたぞ。うまくいったんだな、ベジータ。さあな。だが貴様がこれからこの中で修行しても無駄になる。この俺が全てを片付けてしまうか。
様はベジータ、わざわざ何しに来た。まさかこの私を倒しに来た。倒しに来たんじゃない、跡形もないほどバラバラにしてやるんだ。本気にさせたよ。殺してしまうか。目一杯パワーを出してその程度だったようだな。がっかりさせやがって、拍子抜けだ。チキショウ、チキショウ、完全体に、完全体になれさえすれば。完全体になれば俺に勝てるだろう。いいだろう、楽しみにしているぞ。そいつが完全体か。さあ、俺に散々やられて頭に来てるんだろ、セル。ベジータさん、では君が私のウォーミングアップを。
こう。ゲームカメハメハヤリッコホー。ダンダンソッキュッキューハーハータックあれにしてやる。本気でやってないな。だからウォーミングアップだと言ったでもないか。お前たちには随分失望させられた。だがお前たちのさらなるパワーアップを期待して武道大会を開いてやる。悟空たちのおかげでセルゲームは終わり、セルは完全に消滅した。地球はまたもや救われたのである。しかし払った犠牲も大きかった。セルとの激闘の末に死んでしまった悟空は、なんとか生き返らせようとするゴハンたちに語りかける。オラがいねえ方が地球が平和な気がすんだ。だからよ、父やご飯には悪いんだけど生き返らせてくんなくていいや。そしてトランクスは未来に帰っていった。新しい時代の始まりである。